通常のポン菓子と同様、密閉した麦を加熱して、圧力を高め、急に蓋を開くことで麦を膨張させ、それにチョコレートをコーティングして作られる。日本での麦チョコの歴史は、昭和36年、当時のレーマン製菓が、長野県の軽井沢地域に設置した工場で製造、卸売を開始したのが最初とされている。また、 兵庫県天ヶ崎市のチョコレート専業メーカー、高岡食品工業も昭和40年代半ば、夏の暑さでも溶けにくいチョコレートを考案していた。ところへ、知人のポン菓子業者から、ポン菓子にチョコレートをコーティングすることを提案され、この二つのアイディアが合致して誕生したと主張している。チョコレートのコーティングの量や方法などを、試行錯誤した末、 1972年に完成に至ったとしている。当初は駄菓子屋で測り売りされていたが、間もなく小袋入りの商品で販売されるようになり、子供たちの小遣いで気軽に買えるよう、価格は30円に設定された。このコンセプトは、平成時代に至るまで変えられていない。発売当初は、チョコレートのカカオマス分が多く、苦味があるため、 子供に好かれるかどうか心配されたが、それは気有に終わり、実際には飛ぶように売れた。チョコレート菓子は鷹菓子の中でも、高額の部類であったが、麦チョコは安価の上に、量も多いことから人気を博した。かつて1960年代の鷹菓子屋では、くじ引きで、缶納豆の大袋やガングをもらえる宛物があったが、1980年代には、子供の味覚の変化により、 景品が甘納豆から麦チョコに変更された。この変更には、甘納豆は乾燥すると味が落ちるために、商品寿命が短く、麦チョコなら湿気に関係ないという事情もあった。1980年代以降は、個人経営の鷹菓子屋の廃業が続いたが、レトロブームに伴って、次第に鷹菓子の魅力が見直されるにつれ、昔ながらの販売形態の鷹菓子屋、 スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ネット販売などでも人気を集めた。1998年頃には10円で買える、駄菓子として、トコンブやコンペイトーなどと共に子供たちに人気の駄菓子の代表格であり、それ以降も老人ホームなどでの老人たちの交流企画などでも懐かしの駄菓子として人気を博した。 朝日新聞が2009年に実施したアンケートでは人気の駄菓子として第7位に挙げられ当時40歳代から50歳代の票が7割近くを占めた。マイナビが2014年に実施した50円以下の好きな駄菓子ランキングの男性編でも3位に挙げられており飽きずに食べ続けてしまう甘くて香ばしいといった意見が寄せられた。 中が空洞で潰すことや噛むことが容易なため、一気に頬張って、味わうのに最適との意見もある。テレビ番組では、MBS テレビの、チチンプイプイや、水野巻の魔法のレストラン、テレビ朝日、情報マインサイライブショーモーニングバード、関西テレビ、ご機嫌ライフスタイル用ドン朝日放送、ビーバップ、ハイヒールなどで紹介された、ジェイコムの地域再発見番組、 三石王では、2010年に、関西三大駄菓子の一つに選ばれた。テレビ朝日、お願い。ランキングゴールドで2013年に企画された、日本が誇る、美味しい駄菓子ベスト50では、高岡食品工業の麦チョコが14位に選ばれ、袋物入りのチョコレート菓子の中では、トップの位置づけとなった。ありがとうございます。